日本カーオブザイヤー、日本カーオブザイヤー、日本カーオブザイヤー、略称カティ、カーオブザイヤージャパンは、日本国内で市販される乗用車の中から年間を、通じて、最も優秀なものに受賞する自動車、カーオブザイヤーである。本校では、本書以前に、自動車雑誌などで行われた、カーオブザイヤー企画についても述べる。 1980年、昭和55年に始まった。選考は2段階で行われ、第1次選考で10車種、10ベストを選考。この中から、イヤーカーが決定される。選考対象となる自動車は、前年の11月1日から、当年の10月31日までに、日本国内で発表、または発売された乗用車すべてとされるが、ノミネート。 2007年に実施された第28回の場合には55代基準、方法の詳細は必ずしも明確でない。はじめに、ノミネート者の中から上位10車種、10ベストが選出され、最終投票の直前には、選考委員によるそれらの試乗会が行われる。最終投票では、各委員は持ち点25点のうち最上位の1車種に10点を投じることが義務付けられ、 残り15点が2位以下の4車種に配分できる。理論上の最高得点は10点、X60 名イコール600点であり、最も高い得点を得た自動車がイヤーカーとして受賞する。この選考方法は何かに優れた車より、失点の少ない車が有利となるため、2017年のボルボ XC60 のように、日本人に馴染みの薄いとされる車が選出される場合もある。 選考の基準として実施規約では選考委員は対象者についてコンセプト、デザイン、性能、品質、安全性、環境負荷、コストパフォーマンス等を総合的に評価して選考すると定めている。第15回1994年以降輸入車は日本国産車から区別して選考されていた。別枠での第一次選考。 輸入車10ベストが行われた後に、インポートカーオブザイヤーを決定するいうものであった。しかしながら、このような二重基準は諸外国にも類例がなく、ヨーロッパカーオブザイヤーや北米カーオブザイヤーなど、第23回、2002年からは統一した、陽動な評価がなされるようになった。これに対して、輸入車業界から、輸入車は本国より遅れて輸入されるのが多いので、 不公平だという反発があり、事実日本車より大きく点数で劣っていることが多かったため、第25回2004年からは、輸入車の中で最高得点の車種に対しては、インポートカーオブザイヤーが無条件に授与されることとなった。第33回2013年では、フォルクスワーゲンゴルフ7が輸入車として初めて日本カーオブザイヤーを受賞した。 なお輸入車が日本カーオブザイヤーを受賞した場合、インポートカーオブザイヤーは該当者なしとなる。輸入車で日本カーオブザイヤーが受賞されたのは、このゴルフセブンと第37回2017年のボルボ XC60 第39回2018年ボルボ XC40 の3車種がある。日本カーオブザイヤーではイヤーカーのかに 特別賞が設けられ、モーストファン賞、モーストアドバンストテクノロジー賞、ベストバリュー賞などが設定されていた。対象であるカーオブザイヤー、あるいはインポートカーオブザイヤーと同時に受賞することもあるほか、特別賞に該当者がない都市もある。この賞は、前日の10ベストカーに選出されたか否かを問わず、ノミネート対象外であっても可能選考される。 第33回2013年では特別賞のほかにイノベーション部門賞、エモーショナル部門賞、スモールモビリティ部門賞が設けられた。カッコ内は選定委員を務めた年次。もともと日本におけるカーオブザイヤーは三栄書防発行の自動車雑誌、モーターファンで行われていたもので、1970から1979年まで実施されていた。 日本における一年間を代表する乗用車先行の元祖である。この間のカーオブザイヤーは審査員及び採点方法は公開、審査員の配点は原則非公開というものであった。採点法はプラスマイナス5点法という一風変わった方法だった。具体的には以下のようなルールで行われた。ノミネートカーは 当概念の前年11月当年10月末までに発表された新車を対象に10車を選ぶというものであった。下記、歴代のイヤーカーを次に示す。内は当時の総評である。モーターファン氏主催、カーオブザイヤー歴代の受賞者。ここにはイヤーカーのみを示したが、並行して同じ採点法による部門賞も制定された。 中でもシビックは72から74年にわたり、イヤーカーと大衆者部門賞を3年連続で受賞するという快挙を達成していい。また、リーダーズベストカーという読者投票により選出される部門賞も併設しており、これは現在のあなたが選ぶにつながるものと言える。1979年には、全イヤーカーを対象としたカーオブザィケードが選考され、 RX-7 が受賞した。当時はこの他にも多くの自動車雑誌が各々のタイトルを制定してイヤーカーが乱立していた。その中で下記のものは4大タイトルと称されたこともあった。1980年からは多くの自動車雑誌が連合し、前述の通り日本カーオブザイヤーが始まった。その後、三栄処防が離脱し、 もう一つの RJC カーオブザイヤーはその、三栄書防に事務局を置いて、RJC、日本自動車研究者、ジャーナリスト会議の会員が独自に運営を行った。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。